変えちゃうと。すごっ、今まで気づかなかった。うわー、これどういうことなんですかね。なんか西側橋橋橋さっきこれぐるーなんですよ。はい、というわけでおはようございます。時刻は4時になりましたけども、まあ普通に11時とかね、夜よりちょっとね、なんか騒がしいかなという感じで、朝方なんですけどね、結構人が、まあ、朝の割には結構あったりとか、そういう感じかなと。まあ、ゴールデンウィークですもんね。でも5月3日から自粛要請になるんですよね。5月3日から、16日までということになってるんですけどもね。はい、まあ、ここは多いですね、まあ、1階なんですけど、今日はいつもより多いですけどね。なんか変わった人がいいですけどね。飲み屋関係のあれですね、いろいろとやっぱあるみたいです。はい、ちょっとねこの辺もね、めちゃくちゃゴミが、うわー、多分もうここでパーティーみたいなのやったんですかね。
東京、岡山。はい、普通にね、自動販売機のあって、まあ、ゴミ捨てる、ね、場所あるんですけども、結構もうすぐそこにねゴミが缶があったりねするんですけど、もうその目の前にこうやって捨てる場所があるんですけどね。うわ、すごっ。これはすごい。今まで気づかなかった。うわカメラのゴミがこんなところ。ここにも。酒です。なんかゴミがノンアルですけどね。でもまあなんか最近ちょっとお酒の缶が目立ってきたかなと。やっぱりなんかエナジー系が多いですね。ここは冷たい。ここか。向こうにもおまわりさんが警戒態勢みたいな。はい、なんか今日はね、スポット型が多いですね。で、なんかエナジードリンクとかお酒が結構目立ちますね。まあ、岡山市内でもね、普通にお酒買える自販機があるんですけども、これ見てください。もう普通に、まあ、売り切れてるやつとかあったりねするんですけども、
通に変えちゃうと。一番やばいと言われてる場所なんですけど、四尺公園でございます。この先がね、あの飲み場というか、みんな飲む場所ということになってますけど、まあ、今日もねちょっと散らかってるかなと。ちょっと一箇所にまとめようかなと。まあ今日はちょっとこの辺は思ったより少ないかなと思うんですけど、ゴミはねあるので、まああの休業要請がね出るんで、まあ店舗とかね、もうなんか最後というか、もう休業なる前にお客さん来てくださいみたいな、そう宣伝をしたりねあると思うんで、結構ね遅くまでやってるお店多かったですね。まあ先ほどもねなんかカラオケの声が聞こえたりとか、まあ警察のねが出動してなんか喧嘩とかねあったんで。まあ、で結構ね外からあの中から出てきたりする人、まあ、お客さんですよね、たりとか、まあ、意外と結構やっぱね出てきてるということで、まあなんか飲みに行くのが別に悪いっていうわけじゃないんですけどね、やっぱ世間的にねなかなか難しいとこですよね。今日はこんな感じでございます。まあなんだろうな、お店に行ってる出てきたりする人が多いんですね、カラオケから出てきたりとか。まあ最後というか、まあ、晩酌的な最後の飲みというか、もうこのあともうちょっとでね自粛要請になるんで、飲みに行ってんのかなとフラフラしてる人が結構ね多いかな。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪い。いつも動画見てくれてありがとうございます。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いコマンドをロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。